皆さんこんにちは、藤島智子です。今回は新しく生まれ変わったベルファイアご紹介したいと思います。吉岡さん、はい、アルファードとベルファイア大人気のモデルなんですが、先代のアルファードの人気ぶりを見ていくと、このベルファイアというモデル、だんだんフェードアウトしてなくなってしまうんじゃないかと思っていたんですよね。まあ、そうおっしゃられるのも無理はないと思います。先代のベルファイアはその販売の構成比から見てもアルファードに対して圧倒的に差をつけられておりました。効率を考えていくとそれを一本化していくというのが流れじゃないですか。でもそれはやらなかったということですね。そうですね。当時豊田社長がですねおっしゃられたのは、ベルファイアのお客様こそこだわりの強いお客様、そのお客様の気持ちを大切にと。我々先代ではですね、アルファードに対して異なるベルファイアを作る、これが目的になっておりました。そうではなくて、徹底的にお客様といろいろ会話をさせていただきまして、やはりヤングアットハートな気持ちをお持ちのお客様が素直にかっこいいと思える衣装、ベルファイアの味とも言うべき専用の運動性能、ドライビングプレジャー、これを体現する、実現することがですね、我々がなすべきことだと思いました。これまでのベルファイアにない雰囲気だなと思ったんですが、堂々としていながらもどこか上品さを併せ持っていますよね。少し上品さを求めるお客様であったり、アグレッシブさを求めるお客様がおられると思います。そのアグレッシブさを求めるお客様においては、この Z プレミア、このグレードを今回設定してございます。メッキを多様化するということではなくて、本当にワイド感をしっかり強調しながら、ベルファイアの機能性でもあるですね、2段ヘッドランプ、これをさりげなくですね今回演出してございます。リアにおいてもですね、まさにベルファイアのアイデンティティである機能性をですね併せ持ったワイド&ローなスタンスを、これを実現してございます。本当にドライビングプレジャーを感じたいというお客様、そのお気持ちのためにですね、本当にアグレッシブな、そんな衣装を実現してございます。ちなみに走りについてのこだわりはどんなところにあるんですか？はい、今回ですね、 TNGA の 2.4 ターボユニットをベルファイア専用で設定してございます。あの 2.4 リッターのターボエンジンをミニバンに乗せたんですか？はい、それは早く乗ってみたいですね。ぜひお乗りください。さあ、それではいよいよベルファイア運転してみたいと思います。はい、お願いします。アクセルを上げていきますが、いいですね、走り出し。なんか今カーブに差し掛かってるんですが、アルファードと違いますよね、これ。はい、うわ、車がスーッとタイヤが路面を捉えながら走っていけますね。特にこだわったのはですね、高い操舵応答性と接地感です。開発の初期段階では、でどこを補強したら最もいい操縦安定性、これができるかという、それをですねもう徹底的にやり込みました。だいたい3年ぐらい前から本当に直近までですね、ほぼ毎週のようにテストコースを走ってですね、関係者でもう少しこんな風にしたい、ああしたいっていうですねチューニングをやってきました。専用のですね、ハード変更っていうのもやってございまして、でフロントにはですね専用のパフォーマンスブレースを設定してます。それによってですね、フロント側の剛性を上げています。フロント周りの接地性が上がってるようなイメージですか？そうです、それに加えて専用のですね足回りのチューニング、ステアリングのチューニング、こういったものを加えてます。なるほど。ちょっと車線変更してみていいですか？どうぞ。ここで、うわ、すごい、車の向きの変わり方がスッと収まりますね。なんかレスポンスもいい感じがします。これ足元はホイールのサイズ違ってるんですか？はい、ベルファイアはですね、19インチタイヤを標準で設定してございます。これ19インチ、確かにこうハンドルを切っていった時のレスポンスもいいんですが、荒れた路面での乗り心地がすごくいいですよね。操縦安定性だけではなくてですね、ロードノイズだとか乗り心地、こういったところも合わせてですねしっかりチューニングしてきましたので、トータルバランスを取れた非常にいいタイヤになっていると思います。あ、でもそれはすごく感じますね。でもう一つは、この TNGA の 2.4 ターボユニットですが、これは本当に高級感をですね
しっかり出せるように静粛性にこだわってですね開発をしてございます。確かにこうして穏やかに走っている分にはすごく静かですよね。ありがとうございます。じゃあ藤島さん、ドライビングプレジャーを感じられるですね、はい、あの過激なレースの走りをちょっと見せてください。まあ、テストコースなのでほどほどに行きたいと思いますが、はい、分かりました。いいですか、ちょっとペースアップして楽しんでいきますね、はい、じゃあアクセル踏んで、おお気持ちいいですね、このエンジン音。逆にそこを狙って、味付けをしてます。走り出しから乗用域のところ、ここは徹底的にですね、あの人が不快に感じる騒音、こういったものを軽減させて、で逆に加速したい時にはですね、アクセル踏んだ時には気持ちのいい音を出してドライビングプレジャーを感じていただく、まあ、そんなようなですね、あの音作り、こういったこともですねしてございます。すっごい車速の乗り方がスムーズで音がいい。さあ、そしてその先には今カーブがあるんでちょっとブレーキ強めに踏みますね。車体の姿勢がスッと収まって気持ちいいですね。そしてここからどうだろう、わなんかもうミニバンに乗っているの忘れてしまいますね、はい、フラットな、ね、乗り心地っていうのを実現しながら、はい、やっぱりドライバーが疲れないですね、そういう操縦安定性のこういったものを実現してますので、はい、どうぞご堪能ください。あ、このカーブが今アップダウンがあったんですけど、はい、タイヤが浮ついて不安定な動きとかないですし、はい、このそこから一気にブレーキを踏んでスッとカーブに持ち込む感じなんかも姿勢の変化が絶妙ですね、はい、なんか私ミニバンでこれほど車と対話して走れる車って味わったことないかもしれないっていうぐらい気持ちよく今ハンドリングを楽しめている感じがします。ありがとうございます。やはりミニバンのですね不利な点なんですけれども、やっぱ切り始めてもなかなかですねロールが出てこない、逆に遅れてですねロールが出てくる、まあ、こういったところがですね気持ちが悪いというか、まあ、そういうところにつながってくるわけですけれども、切ったらすぐにロールとヨーとピッチング、これがですねシンクロして動く、これがですね実は気持ちがいいわけです、ね、そういったところにこだわって開発をしています。なんか一連の動きがすごくスムーズに決まる、はい、ハンドルを握っていても運転の楽しさが感じられますよね。やはりそのミニバンだからっていうですね、まあ、言い訳、これはもう本当お客様の立場からすればもう今更言えるものではなくて、で我々、まあ、大空間というですねアドバンテージがあるんですけれども、まあ、その中で欧州の名だたる高級車が持っているような運動性能を我々が持てれば、そこにはですね、まあ、素晴らしい世界があるんじゃないか、まあ、そういうのをみんなでですねディスカッションして共有をして、でそれでみんなの力でこういった車が開発できたと、まあ、そういうふうに思ってますね。こうした条件の厳しいパッケージのミニバンで高級サルーンのような走りを実現してきたっていうのは、これはすごいことなんでしょうね。もうミニバンと言わないでいただきたいなと思いますけど、いやー本当なんかちょっと新しいジャンルを切り開いていった感じしますよね。これがもうまさに我々の悲願です。今回のベルファイア、実際にこのスタイリングを見せていただき、そして車内の雰囲気、快適性、そこにベルファイアとしての走りがここまでやるかというぐらいのとても素晴らしい車になっていましたね。これができたのはトヨタ車体を中心とする開発生産メンバー、重崎様の一人一人のお力、これがあって、この新しい、新生ベルファイアができたと思ってございます。皆さんのいろんな熱い思いがあって実現した車になっている、こだわりを持ったお客様にぜひ乗っていただきたいですね。きっとお客様がご満足いただける商品に仕上がっていると思いますので、ぜひ皆様お乗りいただきまして、快適な移動の幸せをですねご体感いただける日を、我々本当に心より願ってございます。こうしたベルファイアが登場してくれて、私も今すごく幸せな気持ちです。今回はありがとうございました。ありがとうございました。